はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。それじゃあ久しぶりだけど、みんなでバトルやっていこっか。で、前回のみんなでバトルはまあなかなかいい成績だったよね。実際4100ぐらいから4150まで増えてるし、このまんまね勝ち続けて S プラスまでいけたらいいなって心の中で密かに思ってます。まあ S プラスまでいけたらちょっと自分にもね自信がつくよね。 S プラスの人って大体上手いから、まあ、そのランク帯に自分もいるってことはもしかしたらね自分も上手いんじゃないみたいな錯覚に駆られるよね。だからS プラスにはぜひなりたいって言いたいところだけど、なんだこの通信に失敗マジで多いんだけど、今日なんでこんなに多いんだろう。今日もう3回くらいなってる。そろそろね普通に通信してほしいんだけど、これ任天堂さんどうかしてくんないかな。てか S プラスいるし A もいるね。 A と S プラスの差はねちょっとマジで結構実力差っていうのが大きいと思うんだよね。一番左のマリオの S プラスにはぜひ勝ちたいね。前回もマリオじゃないや、ルイージだったっけな、 S プラス前回の動画 S プラスに勝ったから、よし OK 入る。まずここに入るか。でここは取らないでおこう。よし OK でこのまま行くか。で速攻ゴールあったらいいんだけど、でここ入るか。で、あー待って危ねえ。よしのこのこが俺を邪魔してる。ここは大丈夫大丈夫。まず取る。これ難しそうだな。なんかこのキラーがめっちゃいるから、これどうしよっか。右に行きたいとこだけど、どうしよう。嘘マジか。これブンブンは通さなくちゃいけないってことか。待ってマリオ邪魔マリオ待ってくれ。俺が見つけた獲物だぞマリオ。それは待って、こっち来て、ブンブンこっち来て、ブンブンどこ行った。よしオッケー。あー待って待って、バタリー、あーくそ、あーマジかー。うーわマリオ待って、惜しかったなー。今めっちゃ惜しかったよね。ブンブン横取りされたもんだって。やっぱり S プラスは来るわ。最後までついてくるね。まあマイナス1だからいいけど、やっぱり S プラスはもううまい。だからこそたまに勝てたら嬉しいんだけどね。それじゃあ次のステージに行きますか。 S プラスがいるね。ボーティングテスト、一回もダメージを受けないでゴールか。一回もダメージを受けないっていうコースは初めてだな。さて俺は誰、俺はルイージか。待って待って待って、どうしようどうしよう。あ待って待って、お疲れ様でした。待って、俺も行く、俺も行くんだけど、嘘、待ってくれ俺はゴール条件はもう満たしてないってことでしょ。これもうダメじゃん、全然ダメじゃんこれ。あのキノピオ一人で行ってるけど、俺もダメージ受けてるからもう絶対ダメやんこれ。それでもね俺は行くぜ。サンクス、もしかしてキノピコやねえや、キノピオゴールしたかな。サンキューフォープレイングかな、もしかしたら。でキノピオが上がってって、待って待って、俺ゴールできないんだけど俺ゴールできないんだけど、うわ最悪だこれ。せめて一回も当たってなかったら一緒にゴールできたんだろうけど、一回当たっちゃったもんな。マリオから邪魔されたもんな。まあいいまあいい、次がある。マイナス7か、そんなに減らないね。まあマイナスになるね、動画じゃなかったらいいんだけど、せめてそろそろ1回は勝ちたいよね。負けが来てまた負けが来てるから、うん、そろそろ勝ちたいわ。待って S プラス5780、レベル高っ。そしてあのキノピオ S になったばかりの新人出来たてほやほやの S クラスがいたぞ今。それじゃあね、新人に実力の差をっていうものを見せつけてやろうって思ったけど、俺一番最後だろこれ。うわ最悪、待って待って、これやばい、最悪だこれ。で上ゴールあるね、
よしよしよし、待て待て、くそー、あのキノピオ1位かな。やっぱりか。え、マリオ、マリオじゃん、ゴール。キノピオじゃない、かわいそう。多分ね、右ずっと押してたんだろうね。まあまあまあ、ゴールしたからね、いいけどね、あんまりポイント減らないから。でも勝ちたい。多分これはマイナスまた1か2ぐらい、2か。だいたいああいう音楽コースってもう最初に行ったもん勝ちよね。うわ、今回はなんか急に1対1になったんだけど。え、待って待って、台湾絶対負けるわけにはいかない。壁キック道場、マジか。しかも 3D じゃん。俺 3D の壁キックまだよく分かってないんだよね。勝てるかな。これもう最初に行ったもん勝ちよね。おし、 OK、 いいね。よし、 OK。 で OK、 あ、分かってきた分かってきた。でこのまんま行こう。あ、はいはいはい、これで 3D の壁キック分かってきたわ。これはチャンス、結構勝てそう。これ結構幅広いじゃない？よし、オッケー。幅広いだけど、まあ登ってる、登ってる。オッケー。これも幅広か。次もっと幅広だぞ。登れるんかな、これ。よし、で、よし、行け。遅いけど、大丈夫かな、これ。よし、行ける、行ける。よし、オッケー。で、これは、よし、オッケー、勝った。よし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 、まあ S の人には勝ったわ。まあ怠慢だけどね、これ4人でしたら意外と面白かっただろうね。まあ結局これも4人でしたら一番上にいる人の勝ちなんだろうけど、プラス8か。それじゃあ次のコースでね、最後にしますか。今日1回勝ったけど、なんか怠慢でして1回勝ちだから、なんかちょっとしっくりこないんだよね。やっぱ4人でして勝ちたいよね。しかもこれ一番俺ランク上じゃん。ってことは勝たなきゃいけないし、勝つ確率も高いってことだよね。ドンジョンなんて書いてた？メイディットって書いてた。あ、いい感じのコースだなこれ。よし、行け。待って待って待って、これはまずい、これまずい。めっちゃまずいんだけど。オッケー、カロンに殺されないように気をつけよう。うおー、ちょっと待って、危ねえ。あー、それ欲しい。待って、お前邪魔すんのかい。最悪、待って待って、マジで最悪なんだけど。そういう邪魔のやり方もあんのか。あのアイテムを取らせないっていうね、邪魔のやり方もあんのね。初めて知った。これ俺もうやばくない？もう負け確？もしかして。まだわかんない、まだわかんない。よし、オッケー、大丈夫大丈夫。一回当たってもオッケー。大丈夫かなこれ。待って待って待って、マリオと俺だけじゃん。やった、マリオ死んだ、やったね。これはよし、オッケー。あ、待って待って、ダメだ。よし、慎重に行こう。ここは慎重に行きましょう。下からね、慎重に行こう。うおー、待って、これはまずい。どっかでアイテムない？どっかでアイテムないの？やった、あった、これを取る。よし、オッケー。で倒す。あ、これ勝ったかもしれん。よし、でジャンプ、オッケー。やった、本当に勝った。最後間に合うか分かんなかったけど、ギリギリだったよね。チビのまんまね、トゲ棒を超えれるか心配だったけど、ギリギリ間に合ってよかった。はい、それじゃあね、みんなでバトル、今日はこれで一旦終わります。4151から一応ね4170まで増やすことはできたんだよね。まあ、今回ね20ポイントぐらいしか増えなかったけど、この調子でねどんどんポイントを増やしていけたらいいなって思います。それじゃあ見てくれてありがとうございます。それじゃあね。